豊さん、はい、はい、こんにちは。じゃあ、はい、豊のピックアップの号外動画ということ、号外動画ということで、いいですか。これ号外になるよな。なんかもう何のことかなっていうのはお分かりかとは思いますが、はいはいはい、今ちょうどね試合まだ真っ最中なんですが、なんと今日から出場の大谷翔平選手が劇的なスリーランホームランを打ちました。びっくりしました。これあのみんながやっぱびっくりしたんじゃないかなと思うんだけどもさ、まあね、1打席目は三振、三振、はい、1打席目はね、うん、三振したんだよ、うん、で2打席目、はい、ポンポンと追い込まれて、うん、ファルファルでね、ちょっとね、でまあ誰しも描くじゃない、うん、何をホームランを打ってほしいなとか、うんうん、あここで打ったらかっこいいなとか、いやいや、そう話してましたもんね。まあ、夢となんかこう不安なマイナス思考とかあって追い込まれたから、これ最近のフォーク、まあ、真っすぐも走ってるし、うん、これ三振またするんじゃないかと思ったら、うん、そのフォークを見事にちょっとね説明するけど、うん、ちょっと小さいので、ね、ちょっとちっちゃいけど、そうそう、これね1球目、うん、あの1球目はね、はい、外のフォークなんだよ、はい、この枠のね、向かって右側の上ですよね、はいはい、うん、でそれで次まっすぐまっすぐっていくんだけど、はい、やっぱりもうフルスイングで応えていくんだよね、うん、やっぱこうこういう姿っていうのはちょっと村上にない姿勢なんだけどさ、はい、だからこう振ってって、でちょっと遅れ気味だったんだよねまっすぐに、はい、ということはバッターって、はい、少しポイントを前にしたがるんだよ、うん、そしたらそこにフォークが来たら空振り三振っていうことをこうちょっと考えてしまうんだけど、それは打席に立ってる時のこと、そうそう、はい、で俺は正直、うん、あこの追い込まれ方、まっすぐの遅れ方っていうのはあこれ三振かなと思ったのね、うん、でまあ才木が投げたのもあフォークだと思って、はい、キャッチャーのねこれはねでね梅野のキャッチャーミット見たら地面スレスレつきそうなんだよね、はい、だボールなんだよ、はい、で最高の追い込み方をして、うん、最高のフォークを投げたんだよ、うん、まあ確かにコースは真ん中だよ、はい、でも振らしていくフォークだから、うん、真ん中に投げて振らすっていうことがまず一つバッテリーの目的だったと思うんだけど、はい、それをさと思ったよね衝撃あったこのボール球のフォークだよこれもうフォーク打った瞬間はどうなのっていうで初めて、ね、うん、当たるピッチャーだったでしょ。そうですね、だからそのフォークもそんなに分かってるわけじゃないしさ、ま、うん、っすぐだって分かってるわけじゃないじゃない、うん、1打席目にはフォークはなかったんですか。いや、あったあった、あったんですかね。あ投げてるね。でも、うん、1球しか見せてないんで。なるほど、はい、ね、だからねそれをやっぱこう来た球を反応で打つ、うん、そして左バッターの特徴として、はい、例えばああいうタイミングがずれて泳がされる時って、うん、体がこう開きながら泳いでいくんだよね、はい、うんうんうん、だからボールってボールとバットの力関係っていうのはちょっと力関係が逃げ出すんだよね、うんうんうん、逃げてしまうんだよねこうやって、うんうんうん、だからホームランにならないんだけども規格外だよね、はい、まあ、例えばフォークが来てこれを拾って膝でセンターの方向に送り出してんだよね。そうですよね。分かったでしょ。体勢がもう、うん、なんていうんですかね、もうすくい上げるっていう感じだけれども、なんかこうあんまりあんなねこう開かないんだよ、うん、こういうふうにこう送り出すんだよセンターの方向に。確かに開いてると最後あんなふうな膝をついてるスタイルにはならないですよね。で最後膝がつくからね、うん、いやもう開いて回ってるんだったら、うん、あれ膝ついても体が体がなくなってるよ。まあ、だけどあれを膝をつきながらでも拾ってそれをこっからがすごいんだよ。跳ね上げてるんだよね上に。うん、うん、よく見て当たった瞬間からってことですよね。こう拾った瞬間から跳ね上げてんだよね。そ
そしてなんか最後かっこいいポーズみたいな。いやいや、まあ、別にかっこつけてるわけじゃないけどさ、うん、これはやっぱすごいわ。うん、うん、ちょっとスコアつけながらだけどね、試合進んでるんでね。そうそうそう、はい、もうなんか打った瞬間一瞬えってこう、もう豊さんこれはすごいわを何回言ったかわからない。いや、これはねまあ打者として、うん、こんなバッターが現れるんだなって、やっぱ世界最高峰のやっぱバッターだよ、うん、これは、うん、それはねやっぱね、うん、思うけどメジャーでも、はい、ホームラン王争いするわ、うん、もうね近々取るよ本当に今年でも。まあ間違いなく二刀流をやってなんか、はい、やってないでバッターだけだったら、はい、っていう話もあるけども、はい、ね、両方やるから成立してるんだっていう話もあるし、はい、まあだけどバッター一本でいったらおそらくホームランを取るわ。もうこのホームランで俺は確信して、うん、ちょっと俺興奮して寝れないかもわからない今日いや、そういつもよりね、な声のトーンが全然違う、ね、いやこれはね、あの、うん、打者として憧れるというか、うん、あ、日本人でもこんなボールをあそこに余裕を持って放り込めるバッターがいるんだなっていうのがちょっと衝撃だったし、うん、びっくりする、ね、うん、で追い込まれ方もさ、はい、やっぱポンポンと追い込まれてちょっと遅れてんだよ、はい、で1打席目もさちょっと三振してんだよね、まっすぐまっすぐまっすぐで、うん、でまっすぐの高めの三振をして、はい、やっぱポイントとすれば前に出したい、うん、もう少しいいところで打ちたいっていうところがあって、うん、でもやっぱりいいバッターって心が動かないんだね、自信があるから。あ、動揺しないっていうことですか。動揺しない、いや、うん、これ遅れてるから前に出そうとかじゃなくて、うん、やっぱタイミングは絶対合わせてやるみたいな、うん、もうとにかく前に出そう前に出そうじゃなくて、やっぱりいいんだ自分のここで打つんだっていうような、うん、自分主体があるね、相手主体じゃなくて、うん、自分主体がある。もう1打席目の三振っていうことも、うん、全てあのホームランには踏まえられていて、もちろんで、ね、でも切り替えもしっかりできてるよね、うん、だからもうさっきの三振、あ、ちょっとミスっちゃったなみたいな、ちょっとボール球に手が出たなっていう、うん、そんな感じで。だって日本に帰ってきて2打席目だよまあヌートバーも打った、そう、なんか ね、それはすごく嬉しかったですね。嬉しかったけど、うん、ヌートバーのことはまた、うん、別の動画っていうか、試合が全部終わった後の動画で撮ってちょっと説明はしたいけども、うん、はい、いやー、やっぱりメジャーの 人たちが打線に入ってくると、はい、うん、やっぱちょっと下味違ってくるな。こうなんか昨日までのチームもまた一つの形だったですけど、うん、今日からのチームもまた違った形のチームに見えますね。全然違う、うん、ね、あ、やっぱ迫力が増したというかね、うん、あ、だから、まあ、非常に、まあ、大谷すごいなそれやっぱねまあ存在がなんか漫画から飛び出してきて、うん、ね、1打席目三振、ね、チャンスになった、うん、そこで結果を出す、うん、もう漫画でしかないような気がするよね。うん、だこういう実在する、ね、実在するんだな、選手ですからね。すごいなって思うな。ね、もう今日もニュースでユニフォーム買うのにも13時間並んで、あ、そうだね、それでもう買えない、そこから後の人っていうぐらいの人気はありますよ、これは。やっぱりね、周りの人間も引き込んで、うんうん、影響力があるな。まあ、阪神の選手もずっと大谷のフリーバッティングを見てる。やっぱ技術的にもただ大きくてパワーがあるだけじゃなくて、もうあのホームランは、今日のホームランは技術も見せつけられた。技術プラス そこにパワーを伝えるだけの技術がある。参りました。もうカリスマ性、カリスマ性、オーラ抜群、オーラ、まあ、すごいね。そして爽やかだし、爽やかだし、あの人柄だし、そうだね。もう文句のつけどころがありませんね。あ、もうね、もう今日いろんなところで、ね、3つ揃ってるというね。いろんなパワー、技術、うん、コンタクトみたいな、うん、だからまあ大したもんですよ。まあ豊さん、ね、もうさっきからもうちょっと、はい、引き込まれすぎてね。そうだね、うん、ちょっと興奮してるんで、先に号外動画をね、はい、はい、
撮りました、はい、まあ、ちーちゃんも撮るように撮った方がいいみたいな ね公開動画ってしますよみたいな、でこの豊さんのこういうテンションもねお伝えできればなっていうのもあって、ね、はい、はい、ということで、はい、また、はい、試合後に、はい、全体の、ね、動画を撮ってね、うん、総評をまた撮りたいと思いますので、はい、それも楽しみにしてください、はい。